次はスバルの家にさ、謎の箱が届いたっていう話するわ。え、なんかさ、スバルさ、月に1回ぐらい、その運営さんから箱がね、届くんですよ。箱っていうか、なんかね、この荷物届きましたよ、みたいな。でさ、なんて書いてあったと思う、その箱に。その箱にさ、エイペックスって書いてあったんだよ。え、絶対スバル宛てじゃないと思ったの。その箱にエイペックスって書いてあったの。で、え、絶対スバル宛てじゃないじゃんこれと思って。で、え、エイペックスとか、え、アンストールしたままだがみたいな、え、絶対これスバル宛てじゃないがみたいな感じだったのね。それでさ、運営さんに聞いたの。なんかエイペックスって書かれた箱が届いてて、これ絶対スバル宛てじゃないっすよねみたいな。これが届いたようで絶対スバル宛てじゃねえと思って。でさ、もう一個届いたんよ。これね、可愛くない？サボテンだの。で、開けたらさ、こういうなんかさ、風呂敷みたいなのがさ、入っててさ。で、こういうね、なんかね、いろいろ入ってたんよ。エイペックスの。で、サボテンダーの方開けたらさ、この FF7 とコラボしてるやつで、確認したらさ、これスバル当てで合ってるらしくてさ、かわいい、ぜーってまたダウンロードしちゃった APEXまた再インストールしちゃったエイペックス。そう、なんかいただきました、ありがとうございます。いや、なんかそのやっぱボイス